エレノア・ランドルーフ・ウィルソン・マカドゥーは、アメリカ合衆国の作家であり、第28代アメリカ合衆国大統領、ウッドロー・ウィルソンとその妻エレン・ルイーズ・ワクソンの三女で、ある。姉は、マーガレット・ウッドロー・ウィルソンと、ジェシー・ウッドロー・ウィルソン・セーアーである。1889年10月16日に、コネチカット州、ミドルタウンで、ウッドロー・ウィルソンとエレン・アクソン・ウィルソンの間に生まれる。 彼女はノースカロライナ州ローリーにある聖公会の全寮制女子校であるセントメアリーズスクールで教育を受けた。1914年5月7日、ウィルソン政権で財務長官を務めるウィリアム・ギブス・マカドゥとホワイトハウスで結婚式を挙げた。二人は娘のエレノア・ウィルソン・マカドゥとメアリー・フェイス・マカドゥを設けた。 二人は1935年7月に離婚した。1967年4月5日、彼女は父の電気本を執筆したこともあり、1944年の電気映画ウィルソンでは非公式に相談役を務めた。1965年に脳内出血を起こして、以降はほとんど動けなくなった。彼女はカリフォルニア州モンテチとの自宅で77歳で亡くなった。 彼女はカリフォルニア州サンタバーバラのサンタバーバラ墓地に葬られた。彼女はウッドロー・ウィルソンの最後の意地であった。ありがとうございます。